結局山下俊平ターの評価は、どうなったん？山本由伸出て行った後の穴は、埋められそうかね？まあ合格点は、上げられる内容やったな。よかったわ、山本の後を託せるで。怪我なく順調に行けば、次の WBC で投げてるな。フォークの叩きつけとか抜けがね、逆に言えば、伸びしろやから、そこ良くなったら2桁はいけると思う。オリックスの投手育成。ストレートとカーブは、高校時代から投げてるからいい、フォークが覚えたてで使えない。和製伊沢って感じやな、ほぼストレートと、カーブで抑えてた。ハートは強い、言葉だけじゃなく、ほんまに緊張してなかった。欲しかったけど、うちでは絶対くすぐってたわ、檻の育成メソッドほんと欲しい。ヤクルトソフバンオリックスは、投手育成良さそうだもんな、コーチ人気出るわ。地球ないのはいいな、変化球増やしたら、請求できるんやろか。お前さん、智也と、一緒に我が軍に来ないか？